はい、今回はですね、筋肉マンですね。先日島田先生のね、ツイートを拝見したんですが、要はそのスクリューキットね、スクリューキットの再登場は、まあ、今なら彼をアメコミ風に描けると、考えた中井先生のリクエストで実現したっていうことを、まあ、ツイートしてらっしゃったんですよ。まあ、確かね、ティーパックマンも同じ理由で再登場を実現してたと思うんですが、で、まあ、スクリューキットに関しては、また出てくるかもしれないということなので、ひょっとしたらね、乱入コンビ再結成&対戦も見られるかもしれないですね。ということで、まずはこちらからいきましょう。はい、ということで、まあ、正直に言えば、オリジン編以降に対戦していない超人全員になりますね。はい、筋肉マンはね、やっぱ中井先生の絵を楽しみにしている部分もね、結構あるんで、ただ今回はね、まあ、全員っていうわけにはいかないんで、その中でも、まあ、個人的にね、熱望している超人とかね、キャラクターを何人かね、上げていこうかなと思います。で、まあ、メインキャラのね、ほとんどはもう再登場果たしても対戦も済ませているんで、まあ、おのずとマイナーなラインナップになってしまったんですが、そのストーリー上ね、ネプチューンキングなどの再登場も自分熱望しているんだけど、今回はあくまで描いてほしいっていうね、そういった点を重要視して選んでみました。まずはこちらからです。バイクマンですね。はい。今回紹介するキャラの中で最もね、描いてほしいのがこのバイクマンなんですよね。ただ中井先生はあんまりなんか、なんていうのかな、描くのは嫌がりそうかなって勝手に思い込んでるんですけれども、やっぱ細かいところとか、バイクのあの携帯の時が結構大変かなとは思うんで、で、ウォーズマンでもあったんですが、要は関節部分などの隙間からね、機械の中身の部分が見える描写がね、個人的にはすごく良くて、で、そういった描写をね、バイクマンでも描いてほしいかなとは思うんですよね。またそのバイクマンってドクロのような素顔をなんだけど、この素顔も今の中井先生の画力でその綿密にね、描いてほしいっていう願望はあったりします。まあ、素顔が一部見えるバイクマンの T シャツとかあったら欲しいかなとは思うんですよ。まあ、T シャツ、バイクマンのね、 T シャツ自体はね、いろんな種類あるんですけどね。はい。で、あと、まあ、メカニックな描写といえばね、最近だとやっぱレオパルドンの砲台部分もね、細部まで描かれていて良かったなとは思いましたね。なんていうか、ゴツゴツした感じがたまらなかったんですよ。で、次にザ・ホークマンですね。ペンタゴンがね、翼がリアルになるなど大幅にかっこよくなっていたんで、まあ、実際ペンタゴンの翼を描くときは、その鳥のね、猛禽類の翼を参考にされていたってことは、なんか、そういったコメントを拝見してたんですが、で、ザ・ホークマンもね、やっぱ同レベル以上のね、ものをね、期待してしまいますね。ひょっとしたらあのスキンヘッドの時の姿もね、渋い雰囲気でね、描いてくれるんじゃないかなとは思ってるんですよ。で、次にプリンスカメハメですね。カメハメ自体はオリジン編以降も回想シーンなどで描かれているんですが、まあ、今一度ね、戦う姿を見てみたいかなと思います。確かにね、キャラクターで一番描いてほしいのはバイクマンなんですが、戦闘シーン、対戦の場面であれば、やっぱダントツでカメハメですね。やっぱそのサブミッションを決める場面一つとってもですね、かなり重厚な絵がね、堪能できるんじゃないかっていうふうには考えているんですよ。やっぱりトリプルビーフケーキあたりですかね。はい。で、次に怪獣ですね。はい。ツイッターでね、島田先生がね、オカマラス希望の声に対して、まあ、やんわりというか結構直に否定されていたんですが、まあ、実はね、そのアメリカから来た男の巻のリメイク作品、これはまあ、筋肉マンジャンプで掲載されているんですが、そこでも怪獣が描かれていて、で、そこだとアブドーラやシーク星人が描かれていました。で、個人的にはアブドーラと猛虎星人 VS 筋肉マン&テリー、まあ、ザ・マシンガンズってこの頃から言っていいのかちょっとわからんのですが、まあ、タッグマッチのね、回もリメイクしてほしいなとは思っているんですよね。ちなみにね、怪獣で一番好きなのはアブドーラですね。まあ、すでに今言ったように描かれているんだけど、本格的に戦う場面はやっぱちょっと描いてほしいかなっていうのは思っています。まあ、本編ではただアブドーラの出番っていうのは永遠に来ないのかなとも思ってるんですけどね。はい。
で次にこちらですね、はい、宇宙のぶしということでね、まあ、別にね、無理にねマイナーキャラを抜擢してるわけじゃないんですが、若干ひねり出した感はあるんですけどね。ただまあ自分がね宇宙のぶしのね描写に求めるのはただ一つです、鎧の部分をどこまでリアルに描いてくれるかってことなんですよね。なんでね正直な話、別物になっていても一向に構わないです。まあ、中井先生の描いた武者キャラが見たいんですよね。はい。でまあ最後おまけなんですが、幽霊小僧がやってきたってことで、まあ筋肉マン以外ですね、はい、最後の方は確かこの作品って主人公さえ中井先生描いてなかったですよね。確かなんかいろいろ確か問題があったんですよね、あの頃はね。ただまあ個人的にはね好きな作品だったんで、まあ、書き下ろしイラストとかね描いてくれないかなってのは密かに期待しています。まあ、なんなら読み切りでね復活してもいいかなとは思ってたりするんですよね。あれ確かまあ確かっていうか、あのストーリーは1話完結しやすいんですよね、幽霊小僧がやってきたって。あとまあ他だとね、あの守ですよね、守とかもねかっこよく描いてくれそうかなとは思っていたりします。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。